サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は絶好の試合日和になりました。白熱のスタジアムからサッカー中継をお楽しみください。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、鹿島アントラーズがガンバ大阪と戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。鹿島は J リーグ創設から最近まで安定した強さを誇っています。時期に応じていろいろなライバルチームはいたんですが、一番安定しているかもしれませんね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。一般的な 4-3-3 を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。前半が始まります。鹿島アントラーズのキックオフです。長木亮太、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ここはうまいタックル。ただしコーナーキックです。コーナーキックが入ります。ここはしっかりクリアしました。押し込んだ位置でのスローインになります。狭いところでボールを取ります。井出口洋介、ガンバ大阪の攻撃です。さあ上げたい。インターセプトでチームを救いました。ここは縦を突くでしょうか。土井翔真、ありそうだ。入った。早くも先制点が生まれました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてこのミドルシュートです。ここしかないというところに決めてきました。いやーすごい精度ですね。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。サイドの宇佐美に渡った。シュートまで持っていきたい。あとはキーパーだけという状況でしたが、スーパーセーブでゴールを守りました。1対1を止められるとは思いませんでした。最高のファインセーブです。一刻も早く追いつきたいところですから、これには監督も不機嫌になるでしょう。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。ここはカウンターアタックを狙うか。敵陣へボールを運ぶ。同点に追いつけるか。前半開始わずかですが、早くも同点ゴールが決まりました。激しい試合展開が続いていますし、この試合は見どころが多くなりそうです。リプレイを見ましょうか。
この突破で一気にチャンスになりましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。岡崎慎司、戻します。しっかりとしたディフェンスです。パトリック、おっと裏へ出した。見事なスルーパスでしたが、キーパーが一歩早かったか。カウンターのチャンスです。このカウンターは要注意です。キーパーと1対1。これはコーナーキックです。これで同点です。ゴールシーンを、このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。チュシェジョン、庄司源、藤原博樹、外に開いた宇佐美へのパス。相手が触ったボールはスローインになります。どこまでドリブルするのでしょうか。岡崎慎司、強い当たりだ。カウンターも狙えます。カウンターのチャンスを生かしたい。カウンターのチャンスでしたが、ここはボールロスト。見事なパスカットです。スルーパスが味方に通る。ゴールを狙う。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中し、リードを守りきりたいでしょう。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。岡崎慎司、三沢健人、いいところに出します。ディフェンス落ち着いていました。サイドにスペースがあります。クロスを中央に入れた。決まった。ゴール、ゴール、豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そしてこのフィニッシュです。相手はちょっとマークが甘かったんじゃないでしょうか。別の角度からご覧ください。大量リードをもらって、監督も自然に笑みがこぼれています。パスをサイドに送ります。相手がボールを奪い、攻撃を止めました。さあカウンターで一気に行きたい。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。
素晴らしい読みでインターセプトしました。岡崎慎司、クリーンなタックル、ボールを奪いました。これは見事に奪いました。後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。宇佐美貴史、レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。このボールは相手にクリアされました。激しく競り合っています。タックルでボールがこぼれました。いいカットです。ボールを奪いました。サイドが空いています。中央にクロス、ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが落としきれませんでしたね。ここは縦をつくでしょうか。中の選手にクロスを入れた。クリアしてピンチをしのぎます。しっかりと読んでいましたね。ボールを奪いました。カウンターのチャンスが巡ってきた。カウンターのチャンスを生かしたい。カウンターのチャンスでしたが、ここはボールロスト。岡崎慎司、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここは庄司、ボールをクリアします。いい位置です。プレスが効いている。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。このコーナーをゴールに結びつければ1点差に詰め寄れます。久々のチャンスにサポーターも盛り上がっていますね。ボールを入れた。見事なセーブ。ここはしのぎました。いいタックルだ。ボールをキープしました。しかし今のは本当に素晴らしいセーブでしたね。パトリック、ここは抜いてくるのか。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。さあボールを蹴った。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。これは見事なインターセプト。ここまでのパフォーマンスを見ればこのスコアも納得ですよね。まだまだ攻める意欲を見せているので、さらに追加点を積み上げてきそうです。2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。危ない場面でしたがクリアしました。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。カウンターのチャンスです。クロスが入りました。気は抜けない展開です。いい位置でカットした。何を狙うのか。ここで攻撃を止めます。鹿島アントラーズのスローインです。選手の交代があるようです。岡崎慎司、ボールを前に運びます。果敢に仕掛けてボールを奪いました。オフサイド、チャンスにはなりません。
ボールはサイドの選手へ。ここは突破を狙う。決まったかと思われたヘディングシュートは枠を捉えきれません。入ったかと思いました。ちょっと隅を狙いすぎたかもしれません。パスが通りません。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。チュシェジョン、いいカットです。ボールを奪いました。レフェリーはアドバンテージを取っています。ボックス内へ入れてきた。ボールを大きく押し出します。岡崎慎司、しっかり見えています。最後の手段か。滑った。井出口洋介、これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ボールを持って上がります。折り返せるか。このスルーパスは直接キーパーに渡った。ここはサイドに持ち出すでしょうか。ボールには行っているか。どうだ。試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。こういう接戦をものにしたことは自信につながりますよね。最後はどうなるかと思いましたが、きっちりリードを守りきりました。次にも期待しています。